バルセロナのロナルド・クーマン監督が、MF リプッチに、レンタル移籍を進めている。スペイン、マルカなどが現地時間19日、同指揮官のコメと伝えた。今シーズンのバルセロナはダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施。この日ジョアン・ガンペール杯で、エルチェ対戦したバルセロナ。クーマン監督は好みでリキプッチを招集外とした。昨季終盤かトップチームで起用されるようになった21歳。同選手は、バルセロナの将来を担うプレイヤーと期待されているが、戦力外を通達されたと、じられていたところだ。クーマン監督はこの道について問われると、彼を頼りにしていな、というのは違うと返答。彼とは昨日話した。若は、プレーしなければいけない。彼にしても、ニャにしても、ペドリにしても、だ。彼にはとて、複雑な状況だと話した。ただ、それだけだ。彼に、の将来はここにあると話したよと述べてい。ただ、その将来は今シーズンではないかもし、ない。クーマン監督は、彼にはレンタルでの渡る、をアドバイスした。若手は、プレーしなければ、けないと語り、2020-21シーズンの構想からは、外れてることをほのめかした。りょう。